シンガーソングライター、シャイとしても大活躍中のキャンキャン専属モデル、まいさんです。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。まいさん、今年ってもうプール行かれましたか？それがもうついこの間、グアムの方にあのプライベートで行ってきまして。プライベートで行ったんですか？そうなんです。なのであのプールも海も入ってきました。オリエンタルラジオ、藤森慎吾さんです。どうぞ拍手でお迎えください。どうも皆さん、こんにちは。どうもなんです。すいません、ちょうど今そこにあの会場に乗り遅れちゃったお二人の美女がいたんで一緒に連れてきちゃいまし た, ました、ね、そうですよね、なんか台本になかったんで、あれ、ね、いやいや、なんかあのタイミングを伺ってたからもういいよ、来ちゃいなよって、ね、一緒に出てまいりました。どうもオリエンタルラジオ藤森です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あらあらあら、いいじゃないですか。あーもう全部すみません、よろしくお願いいたします。藤森さんの大好物な感じの女子がいっぱいいますよ。プールで夏の時期最高です、ありがとうございます。お二人はナイトプールは行かれたことありますか？あ、プールは好きです。今年の誕生日、僕3月なんですけども、はい、あの誕生日はプールでやっていただきました。はい、すごい、ええ、もうあのチャラ男完全復活ということでね。そういった意味でもプール室内を貸し切ってですね、はい、水鉄砲の中にシャンパンを入れて、それでもうみたいな騒ぎが、チャラい、チャラいですよ。もう記者さん狙ってくださいね、今何か取れますよ。お願いしますよ。はい、はい、じゃあもうお二人ともすでにもうプールはお楽しみいただいていると。じゃあもう行ってる、はい、プールは行きました。ビキニ、ビキニです。あら、見たいね、それも。しかもグアムに行かれたそうです。あ、そうか。そうなんです。いいですね、グアムは。はい、うん、ね。お二人はどういう風にナイトプールでは過ごされたりしてますか？ナイトプールですか？ナイトプールは私したことないね。あ、じゃあどういう風に過ごしたいですか？これなんです。男同士で来るわけないでしょ、だってナイトプール。やっぱり？なんて愚かな質問なんですか。まあ、最低でもそうですね、77ぐらいからでしょうね。楽しそう。ナイトプールは。ですね。うん、3、3ぐらいだとやっぱりちょっと恥ずかしくなっちゃうから。ちょっと少ない、少ないし、急に我に返っちゃう瞬間あるから。77ぐらいだとね、上がってる人もいれば中にいる人もいれば自由な感じで潜っちゃう人もいて、うん、たまに抱えて持っちゃうんで。どうですか、マイさん。もういちいちじゃないですか。ナイトプールは男女77からがおすすめです。77からなんですね。77推奨で、はい、そうですね、うん、今までの人生の中で一番楽しかったな、素敵だったなという夏の思い出エピソードあれば、じゃあシャイさんから教えてください。本当についこの間なんですけど、はい、いいです。いや、人生で一番楽しかったんですよ。マジで最高じゃないですか。グアム行った時に、はい、フライボードっていう、何それ、足からジェットみたいに、こうやって出て飛べるやつ、CM でやってるやつ、あれをずっとやってみたくてやったんですよ。グアムあるんですね。あるんです。もうめちゃくちゃ楽しかったです。今年沖縄にね、もうすでに行きまして。あ、いいですね。沖縄からちょっと離島に行ってね。いや、素敵ですね。もうあの本当に本島よりもさらに透き通った海で、みんなでバシャバシャに泳ぎましたよ。いい、ね、うん、今年の夏にチャレンジしてみたいことや行ってみたい場所があれば、ぜひじゃあ舞さんから教えてください。チャレンジしてみたいこと、でもずっとあの、あ、浴衣着たいです。あ、いいですね。水着と浴衣を今年着るっていうのをなんか目標にしていて、うん、水着はかなったので浴衣をもう全然もう何年も着てないんですけども。あ、本当ですか。水着自体ももう何年ぶりってぐらいに着たんですけど、うん、あの浴衣も着てみたいなと思います。いいね、ぜひぜひ。浴衣デートはしたいって。でも2年ぐらい前に浴衣買ったんですけども着てないんで、それはね、もったいない。ぜひそれ着てね、花火大会とか行ってみたいですね。お祭りとか行ってみたいです。楽しそう。藤森さん、何かチャレンジしてみたいこととか行ってみたい場所ありますか？行ってみたい場所ですか。やっぱりなんかこう女性とデートでね行きたいですけど、そのなんでしょうね、女性が例えばですけど、まあ、朝9時に出社して、はい、夕方5時ぐらいの定時に終わる、うん、そういう何かあの会社勤めのね、はい、他の方で、はい、なんか丸の内あたりまでこう車で迎えに行って、細かい細かい、うん、それでこう、あ、お待たせなんつってね、あ、いわゆるそういうのをしてみたいです。ザ・デートみたいな、細かい、どっかの地下中で待ち合わせとかじゃなくて、あ、なるほど、堂々とね、いいですね。
丸の内のビルの間ぐらいでどっか止めて、そこから来たいですね。夜の湘南とか。いいですね。事前にファンの皆さんから、舞さんに質問をちょっといただいておりますので、ご紹介させてください。ギターって今からでも練習すれば弾けるようになりますかというご質問なんですが、いかがでしょう。余裕です。多分余裕というかすごく難しいんですけども、はい、私自身も19の頃に始めたので、全然もう本気になれば、まあ、1日6、7時間、8時間ぐらいを、大変だ、なかなかの労力。毎日4年間ぐらいやってましたけど、5年、4、5年。でも、でも全然間に合うと思います。簡単な曲から、自分の好きなものから、曲から始めれば。キャンキャンがおすすめする今年の最新水着ファッションをここでご紹介したいと思います。そうなんです。キャンキャンにね、出演中のモデルさんがなんと水着でもちろん登場してくれるということで、モデルさんが、そうなんです。モデルさんもテンション上がっておりますけれども、イエーイ、まず皆さん拍手でお迎えください。うわ、かわいい、かわいい、なんだろう、あー、もうかわいいよ、もうスタイルも抜群ですが、こちらは白のカットのバッグです。後ろからすごい見てる、やだ。丈が長めのですね、フリルトップはお腹が細く見えるデザインとなっております。清潔感のあるホワイトはね、やっぱり皆さん可愛いですよね。可愛いです。うわ、かっこいい。どうぞ拍手でお迎えください。これまたもうちょっとちょっと、わー、セクシー。どうなっちゃってんのこれ。さあ、今年流行りの森フリルでトレンドカラーのカーキとなっておりまして、ちょっとね、大人っぽいデザインですが、まいさん、水着は今年買ったんでしょうか。あ、買いました。どうだ、黒のやつを買いました。へー、そうなんですね。さすが、一瞬なんかね、ドキッとする作りですよね。確かに、それだけみたいな。それが上になっちゃったらみたいな。それはないですけど、ことじゃないですね。ことじゃないね。やっぱり男性はグッとくる、はい、デザインになってます。お似合いですよ。ちなみにどちらか一つ決めろって言ったら、いやー、ジャロー的にはこれ選べましょう。どっちも好きです。だってどっちもいいもの、これ選ぶって酷ですよ。だって前からもね、ご覧いただいてですね。すごい、僕と一切目が合わないですけど、ね、すごく警戒されてるんでしょうか。そうかもしれませんね、はい、それではモデルの丸山梨沙さん、海沼さくらさん、どうもありがとうございました。おしまい、帰っちゃう。そうなんです。嘘だ。どうぞ大きな拍手でお送りください。インスタの写真を、あと、え、帰っちゃう。あとで会えるかもしれません。あとで会えるかもしれません。キャンキャンの読者の皆さんにもちょっとね、風が強いんですが、皆さんお待たせしました。寒くないですか。プールに入っていただければと思います。なぁ、これみんな自前でしょ。うわ、すごいじゃん、これなんて。もう、ああ、いいですね、皆さん。ありがとうございます。撮ってる、マネージャー撮ってる写真。大丈夫ですか、ちょっと風強いので。キャンキャンナイトプール、オープン。夏を感じられますね。素敵な夏にしていただきたいと思います。チャラ男も来るから。はい、ありがとうございます。祝福の雨降ってきました。キャンキャンスマガプリンセスでナイトプールオープニングレセプション、スペシャルゲストのキャンキャン専属モデル、マイさん、オリエンタルラジオの藤森慎吾さんでした。ありがとう。まず大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。聞くと自分、あ、だ、音楽は大丈夫です。
何がいやもうこんなのチャラ男にもううってつけのイベントですよ、やっぱりですし、やっぱここのね、オープニングイベントに今日僕参加できて本当に非常に嬉しく思っております。そりゃそうでしょう、もうあれだけのね、水着美女に囲まれて、舞ちゃんもいて、最高の夏の始まりです。かけられてましたよ、もっとかけてほしかったですけどね、こっちの、あの要求としてはね、最終的にあの蹴り落としていただいてもよかったんですけどもね、なかなか、はい、でも本当に最高の夏が始まりましたよ。いや、入るかなと思ったね。そうですね、傘持ってきてもらっていいですか。こんな状態で囲み取材したの初めてですよ。台風ですわ、今日すごい条件の中でやってますけど、はい、次の質問お願いします。大丈夫です。でも絵的にはちょっとあの雨降ってた方が面白そうなんで。大丈夫です。大丈夫です。私もグアムに行ったって言ってましたけど、プライベートで。これどなたと行ったんですか。あの親友のもうお友達、女友達3人で行きました。男に男いなかった。いないですよ。いたとしても絶対言わないですから。言うわけないでしょ。いないしね。いないです。はい、福原さんは夏は女性とプールに行くっていうのはさっき7対7とか言ってましたけど、はい、それはあの誕生日の話です。僕も3月のね、はい、そう7対7でまだ行かないです。だいたい7、7ぐらいだったと思いますけどもね。いや、プール男だけで行っても楽しくないでしょ。でもね、男だけで行って女性に声かけるっていうのは慣れてるんじゃないですか。ああ、そういうね、いわゆる一般的なプール、もうそこは当然チャラ男ですから貸し切りに決まってるでしょうよ。そう、貸し切りですか。どうですか。今日貸し切りではなかったんですけれども、はい、あの入らなくてよかったんですか。何が。さっきプールに。いやいや、入らなくてって、あれ自分から入るやついないでしょ。だって誰かしらあの押してもらうとか蹴り入れてくれないとそれ入れませんから。っていうことなんですよ。いや絶対やんねえぞ今は。ここでやって何の旨味があるんですか、マジで。あのさっきの状況があってマッシャーなんでしょ、あれは。ここでなんかもう普通に落とされたら絶対オクラだよ、これ絶対オンエアされないよ、俺本当に。でも美女入れます、もう一回。もうみんな下で温泉入ってるからもういいよ。チャイさんそれ分からなかったんで、はい、あんまやったことがなかったんで、さっき最初に言ってチャイさんね、覚えておいて、僕がね、まあ、僕以外も芸人が絶対に押さないでよって言った時はもう思いっきり押してください。すいません、押せなかった。優しいからね、優しさなのよ。じゃあマジでいい、本当に今やっても誰も見てないんだから。おい、いや違う違う、おあんたらそんな乗り出してきたらまずいよ。記者さん、おえリポーターがそんな乗り出してきたらまずいよ。あともうほら早く雨もすごくなってきてるから。何でも多分俺がこれ落ちたら終わんのか。もういいのかそれで。でも分かった、トレンディエンジェルの斉藤さんだったら落ちてます。いや落ちてます。とにかくね、僕はねもう今今年はねパーフェクトヒューマンでねアーティスト活動もしてるんだから、プールに落ちるなんてそんなことしませんよ。絶対に押さないでくださいよ、本当に。マイクだけ絶対に押すんじゃないぞ、マイちゃんも。おい絶対に押す。この野郎いかがに。マイクは持てって言ってんだから。マイクが歌手やってんだから絶対落ちませんよ俺は。わかりました。素人に押されるとこんなグダグダになるの。素人に押されたらこんなグダグダになるの。素人に押されたら怖いぞこれ。マイちゃんとにかく押さないで、俺のことを絶対に押さないでよ本当に。最高の夏に。取れてんのかな、これ取れてんのかな。ありがとうございました。